ルカの福音書を24章の44節から53節を朗読します。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの立法と預言者と紙幣とに書いてあることは必ず全部 成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に どべ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ私はあなたの父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまで、都に留まっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。 そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。今から53年前の1967年の2月、最初の友人宇宙飛行、アポロ1号の 発射を目指して準備が進められました。同年の1月に発射の予定、予行演習を行っていた時のことです。3人の宇宙飛行士が持っていたカプセルには31マイルにわたるワイヤーの配線がありました。しかし、その一部、冷却性に近いワイヤーが露出していたんです。突然の化学反応で 炎が一瞬にして燃え上がり、キャビン天井に広がりました。ロジャー・シャフィー宇宙飛行士が無線でコックピット内に火災が発生、数秒後に伝達がございました。その大時から2年後、アポロ11号を計画が進められました。ニクソン大統領は当時のスピーチライターに 月への飛行に、飛行で3時に遭遇した場合というタイトルでスピーチを書くように依頼したんです。月面着陸で事故が起こった場合に国民に伝えるためだったんです。月面の宇宙飛行士との連絡が途切れた時は牧師が宇宙飛行士たちの魂を最も深い深みに委ねるとの内容の文でした。 しかし、1969年の7月の20日、月面着陸は成功しました。地球に帰還した後、宇宙飛行士たちはワシントン DC で彼らのために大きな出会が開かれました。でその場で大統領から自由勲章が手渡されました。人類初の月面着陸計画が達成されたからです。 主イエス・キリストは人類歴史史上空前の神のご計画を達成されました。その計画とは私たち人間を罪の力と死の力と悪魔の力が自由にして神と和解させるための計画でした。その計画を落ち度なく達成されたから、達成されたんです。神であられるお方が 天の座からこの地球に降りてこられ、私たちのように人間となって来られました。この地球は危険に満ちたところです。しかし、危険なところで最も偉大な技を成し遂げてくださったんです。イエスはこの地上で存在しうるあらゆる、あらゆる限りの誘惑を経験されました。 しかし、一度たりとも誘惑に身を委ねて罪を犯しませんでした。人々から煙たく思われ、嫌われ、いじめられても、憎しみに怒り狂う彼らに、誠実と愛を持って立ち向かいました。主イエス・キリストはただ一度だけ、ご自分を私たちの身代わりになって神の怒りを受けられたんです。 しかし死はイエスを封じ込めませんでした。三日目に死人の中からよみがえられたんです。それから40日間の間、自らを弟子たちに表され、彼らを励まし、慰め、聖書から神の救いのご計画を教えられました。そして、さあ私は、私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。 あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは、都にとどまっていなさいと、精霊の降臨を約束され、手を挙げて祝福し、勝利と栄光のうちに天に変えられました。数えきれない諸々のミスカイたちの、それは、この壮大な喜びが万象に響きました。 そして天の父なる神は人類の救いの計画を見事に達成した巫女なるイエスを迎え右の座に着座されるという意味は万物全ての権威をイエスにお与えになられたという意味です父なる神からの栄光の自由勲章を手渡されたとも言えるでしょう その日から10日後、約束通り弟子たち、そして主イエスを信じるすべての人に精霊が注がれ、教会が誕生しました。来週の日曜日は精霊降臨説です。ペンテコステの日なんです。イエスが受難を受け、十字架につけられたとき、恐れて、 姿を隠したた弟子たち復活後イエスは彼らに自らは表して彼らの心を開いて聖書から説明されました弟子たちはついに神のご計画を理解したんですそして人々にそれを伝える使命を与えられました神がイエス・キリストを通して成し遂げてくださったその技をです どの時代でも変わらない使命があります。それは、私たち教会は、キリストが苦しみを受け、3日目に死にの中から蘇り、キリストの名によって罪の許しと悔い改めをあらゆる国の人々に述べ伝えることなのです。主イエスは今、このお方を信じる全ての人の 弁護者です。弁護者として、どんな時も、どんな状況にある時も、厳しい道のりを歩む時も、喜びに満たされている時も、いつも私たちに代わって、父なる神に取りなして祈ってくださっているんです。ですから今日、このことを心に留めてください。私たちの 弁護者なる主イエスのゆえに、私たちは確信を持って罪の許しと悔い改めをあらゆる人々に述べ伝える、このことです。Because of Jesus, our h e a v n l y advocate, we are eternally secure, enabled to preach repentance and forgiveness of sins to all nations in his name. 明日はメモリアルデーです自由の権利を守るために戦場で戦う兵士が司令官と絶えず連絡を取っていたようにまた月面着陸を達成するために地上の司令官と絶えず連絡を取っていたようにどんな状況の中でもたとえ雇用の完全が不透明でもたとえ期待通りにことが進まなくても 主イエス様が天に上げられたあの時から天の窓が開,い開かれており天の司令官なる主イエスキリストが私たちの中央覇者として天に座し父なる神に絶えず取りなしをしていつも私たちの代わりに語ってくださるんです。主の臨在、ここにありです。 私たちの弁護者なる、主イエスのゆえに、私たちは確信を持って罪の許しと悔い改めをあらゆる人々に述べ伝えるんです。This message to our Sunday School children.Sunday School children.Jesus really loves you. He is really watching over you from heaven above. He knows your hearts. He knows your needs. He always prays to God the Father for you. He will never leave you or forsake you. So trust Him at all times. You can share with your friends what God did for you and all people through Jesus, especially In times like、this. それでは皆さんご一緒に祈りましょう父なる神様すべての権威と主権で万物を治めておられるあなたの御子私たちの唯一の救い主 イエス様が私たちの弱さを知り私たちに同情してくださりいつもどんな時にも私たちのためにあなたに取りなしてくださっていることを本当にありがとうございますあなたがどんなに素晴らしいことを私たちのためにしてくださったかをあらゆる人々に 述べ伝える力と勇気を私たち一人一人にお与えください。主イエス様の尊い皆によってお願いいたします。アーメン。